持ってもう健全性は確認できたと、使用済み燃料を安全に保管できているものというふうに考えております。番組では4号機に潜む危険を徹底検証、新たな事実が明らかになった。今日夕方開かれた東京電力の会見、福島第一原発4号機について傾きやひび割れなどの調査結果を公表した。この建物に対して、壊れるんじゃないかですとか、あるいは傾いてるんじゃないかというようなご意見をよく聞くこともございましたので、実際に、レーザーの測定あるいは水位の測定を行った結果では傾いていないという判断をしたものでございます。したがいまして強度の確認もできておりますので、使用済み燃料を安全に保管できているものというふうに考えております。この映像は先月、内閣府の中塚副大臣が4号機の内部を視察した時のもので、ここでもプールの床下の補強をしてございます。あの天井はもうプールの床下と見ての通り、ほとんど健全な状況でございます。なぜ東京電力は4号機の安全性を躍起になってアピールするのか。事故当時、4号機は定期点検中だった。炉心のメルトダウンは免れたが、水素爆発が建屋の中ほど4階部分で発生。3号機などは建屋の上側が吹き飛んだのに対し、4号機は建屋の下の方まで大きく損傷した。このため、余震で崩れるのではないかという声が事故直後から上がっていた。これは一昨日撮影した4号機。外壁がですね、反り返っていますね。外側に反り返ってしまっています。特にやはり海側の方なんですけれども、外壁のほとんどがですね、骨組みを残して、外れているような感じです。大きく外側に反り返った鉄筋コンクリートは、見る者に不安を抱かせる。今日夕方開かれた東京電力の会見。福島第一原発4号機について傾きやひび割れなどの調査結果を公表した。この建物に対して、壊れるんじゃないかですとか、あるいは傾いてるんじゃないかというようなご意見をよく聞くこともございましたので、実際に、レーザーの測定あるいは水位の測定を行った結果では傾いていないという判断をしたものでございます。そして中でも懸念が高まっているのが、この白いカバーの下にある燃料プールの存在だ。ここには使用済みも含め核燃料が1500本以上置かれたままになっている。抱えている放射性物質は膨大だ。セシウム137の量は広島原爆に換算すれば少なく見積もっても5000発分はあると思います。原発の危険性を訴え続けてきた小出氏も4号機の現状を最も危惧する。使用済み燃料プールが埋め込まれている階そのもので爆発が起きて、壁などがもう吹き飛んでしまっている。本当に大きな余震が起きて使用済み燃料プールが崩れ落ちてしまうというようなことになれば、また再び大量の放射性物質が吹き出してきてしまうということになってしまいます。アメリカでも先月福島第一原発を視察したワイデン上院議員が藤崎駐米大使に手紙を送付、4号機の危険性を訴えている。不安は第一原発の現場でも広がっている。プール自体がまあ噂だと何パーセントが傾いてるとかいう話も、去年からずっと聞いてるし、だからまあ作業してる最中に外でも感じる揺れとかが来た時に、まず4号機大丈夫かなって、見るんですよ。果たしてこれ以上4号機が崩れることは本当にないのだろうか。東京電力が単独取材に応じた。使用済み燃料プールの強度という意味では事故前、爆発前の状況よりも向上しているというふうに考えています。
東京電力は去年7月、燃料プールの下に鉄柱を入れ、コンクリートで固める補強工事を行っている。地震に対する強度は工事前と比べて2割上がったという。 100% 安心しても良いのでしょうか。1か0か100か0かっていうのは非常にお答えづらいですけれども、私どもとしては今後地域の皆様が避難されている皆様が地元に置き換え帰還される関しては安心して大丈夫というふうに考えています。本当にそうなのか、原発の耐震設計に携わっていた専門家に話を聞いた。壁があるけれども、それがどのくらい強度を持っているかは簡単に分かりませんよね。火災によって熱でどのくらい強度が落ちているかとか、で本来は構造計算をやるときには全データがないと分からないわけですね。毎回そうですけども、東電から出てくるデータというのはこういうことを計算しました、でやった結果がこうです、だから安全ですと言っているんです。それを第三者がですね、外からそのデータをもとに計算を再計算ができるようなデータは一切出してないです。政府と東京電力は明日、4号機を報道陣に公開する。細野大臣が建屋の中に入り、安全性をアピールする予定だという。原発の安全性を研究している日本原子力研究開発機構。番組ではある実験を行った。これが試験用の模擬燃料棒です。中央の部分が燃料棒を模擬しております。で、表面の温度を測るためのセンサーが3つついています。使った燃料棒は中身こそ放射性物質が入っていないが、実物と同じ材質だ。この燃料棒を加熱し温度を高めていく。600度を超えましたね。急速に上昇する燃料棒の温度、そして700度台の後半に差し掛かった時だった。中にある燃料棒に一体何が起きたのか。燃料棒に潜む新たな危険。加熱実験を行ったところ、700度台の後半で異変が起きたのだ。今破裂しました。この時温度は780度。カバーを開けると赤くなった燃料棒が。放射性物質を閉じ込めるはずの被覆管は外側に膨らみ、ぽっかりと穴が開いていた。これが温度が上がることによって被覆管が破裂した跡です。実は燃料棒にはメルトダウン以外にも破裂するという危険性があったのだ。しかも急激な温度変化があったときは穴が開くだけにとどまらない、跡形もなく燃料棒が崩壊することさえある。温度が上昇してまいりますと、徐々に燃料棒の被覆管、ペレットを包んでいる管でございますけども、こちらの強度が下がってくると、と同時に内部の圧力が高くなってまいりまして、だいたい700度以上になることによって燃料棒を破裂いたします。過去にも同様の実験を行っているが、ほとんどが700度から900度に達すると破裂してしまったという。何らかの原因で建屋あるいは使用済み燃料プールが壊れてしまうと、燃料棒が一箇所に固まってしまって除熱ができなくなってしまうような状況になれば、メルトダウン以前の状態でも皮膚管が破損して内部から徐々に放射性物質が出てくる可能性はあります。東京電力は冷やせるということであれば700度ぐらいで破裂してしまうというような実験結果をいただいたんですけども、それはご存知ですか。破裂するっていうことですか。ちょっと私も存じ上げませんけれども、皮膚管自身が脆くなっていることも相まって、破裂といいますか亀裂が入るってことはあるとは思います。
東京電力は冷やせるっていうことであれば700度ぐらいで破裂してしまうっていうような、実験結果をいただいたんですけども、それはご存知ですか？破裂するということですか？ちょっと私も存じ上げませんけれども、皮膚科拭いきれない4号機の危険性。今のところ燃料棒の取り出し作業が始まるのは来年の12月からになる。大量の放射性物質をすでに抱えてしまっているわけですから、それが大気中に吹き出してくるというその危険が何よりも重大だし、それを何とか防ぐということをしなければいけません。やるべきことは中に入っている使用済み燃料をとにかく安全なところに早く移すということだろうと思います。今も不安を抱えながら作業員を送り出す中さん。政府や東電に4号機の危険性を訴え続けてきた。想定外で起きるであろう緊急事態に現場を政府も東電も危機管理を持って準備してほしいと僕は思うんです。みんな被爆してもう線量ギリギリになってるわけです。想定外のことも最高に対応しなくちゃいけない。もっと政府も東電も国民にしっかりした情報を出すべきです。今は出してない、十分とは言えません。佐野さん、事故処理に関して、東電任せになっている、で国も情報を隠しているのか、知らないと言っている、これこんなことで燃料棒取り出しに3年以上かかるような話が、じゃあそれ以上かもしれない。そうですね。東京電力は冷やせるっていうことであれば700度ぐらいで破裂してしまうっていうような、実験結果をいただいたんですけども、それはご存知ですか？破裂するということですか？ちょっと私も存じ上げませんけれど。